はいどうも、初音嫁に隠れます。地球上の全ての人として生きるものの嫌われ者のキモイマン37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですねお送りさせていただきます。タイトルはこちら、VA11 法令バルハラというわけでして、今回ですね動画を放送するときに言うと13本目ということで、今回も楽しくねプレイの方をやらせていただきたいなと思います。でこちらですね毎回ノーマイクでやらせていただいておりますので、今回もノーマイクでやらせていただきたいなと思います。まだ終わり次第にですね、ご挨拶の方をさせていただきたいなと思いますので、何卒これからご了承のほどよろしくお願いいたします。で今回やっていくお話なんですが、チャプター1ですね、チャプター1プリメラの続きということで、おそらくね、この後この人とのイベントがあって、それが終わったら多分チャプター2に、移行するんじゃないかなと思うので、もし言いますけどね、最後の最後まで、お付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。であとそうですね、終わりしなみにですねまた、ご挨拶の方させていただきたいなと思いますので、ご理解ご了承などよろしくお願いいたします。では、もしよろしければね最後の最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。ではまた後ほど、せーだバイバイ。
はい、というわけでして、切りもね、良さそうなんで、今回はね、この辺で終了させていただきたいなと思います。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしてここまでお付き合いくださいまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。チャプター1プリメラの、ラストということでね、今回ここまでお送りさせていただきました。いや、まさかね お話の一番最後があそこまでのね、あそこまでのゴリゴリの下ネタでね、締めてくるなんて全く思ってね、思いもしなかったんで、正直自分と今面食らってるところであるんですが、ジルさんちょっとゲスすぎるかなって気もするんだけどね。なんかね、何でしょうかね、すごくね、いい意味でね、なんていうんですか、親しみやすいっていうか、誰しもね、そういうことがあるわけでね、そういう、誰しにもある当たり前のようなお話を、すごく面白おかしくね、語ってくれるところがね、このジルさんのすごくいいところだなって思いますし、このゲームの作品のね、すごく懐の太、深い、太いじゃない、深いところなのかなっていうところもあってね、本当に楽しかったなと思いました。いやー、面白かったですね、今回もね。まあ、なんとかね、チャプター1プレミアを今回で、クリアできたんで、次回からですね、チャプター2、アマルカですね。これをやっていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。で、自分ですね、こういったシリーズ動画ですね、出させていただくときは、毎回そうですね、ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい。すいませんね。何も久しぶりなんでね。こういったね、シリーズ動画とか、あとはね、不定期なんですが、ニコの YouTube でね、Twitch 等でブロードキャスト配信させていただいております。で、ブロードキャスト配信させていただくにせよ、今回みたいにね、動画アップさせていただくにせよ、必ず事前に自分がやらせていただいております。Twitter 等でご報告させていただいております。毎回動画説明欄ですね、自分がやらせていただいております。各種 SNS の、URL を、リンクって形で持って貼らせていただいております。お気の方が気になりましたら、できません。何でもよろしければ、ぜひそちらの方もチェックされてみてください。よろしくお願いいたします。で、今回ですね、奇跡的にも、こちらの動画をね、ご視聴くださった方の中で、自分みたいなのもいいなと思っていただけたらでね、構いませんので、チャンネル登録、あとの動画の高評価等、ぜひよろしくお願いいたします。というわけでして、今回、小小生決めの37がお送りさせていただきました。BA11 法令バルハラ、動画の数的に言うと、13本目ですね。これで終了させていただきたいなと思います。改めまして、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしてここまでお付き合いくださりましてお疲れ様でした。ありがとうございました。また次回、あるいは別の動画で皆様にお会いできることを楽しみに、今回この辺で失礼させていただきます。ありがとうございました。バイバイ。